出張料理の森山チャンネル。今回は画像にある食材たちを使ってですね、埼玉県民、埼玉県民なのか、埼玉市民のソウルフードと言われているスタミナラーメンを作ってみます。まあ、実際の分量はちょっと知らないんで、まあ、麻婆豆腐っぽいっていうか、そういう物体だなっていうのは視覚的に分かってますから、この材料を用意しました。まずは、合いびき肉。で、生姜。ニンニク。そこに、ちょっと彩りで、人参。あと、玉ねぎの、あ、玉ねぎじゃねえや。長ネギの青い部分。そこに、長ネギ。玉ねぎ。そしてトマトソースが少々余ってたんで、トマトソース。それに、豆板醤。甜麺醤。ですね。で、基本的にはあんかけみたいなスタイルなんで、水溶き片栗粉。ま、これは一応、この分量だけ言っとくと、15g の片栗粉に、それと同量の水。で、麺はですね、何回か、1回ぐらいか、登場してる。マルちゃん製麺の豚骨醤油で作っていこうと思います。そして、まず、ごま油。大さじ1。こうですね。大さじ1。で、また、ご存知のようにちょっと、間延びするとおります。オイルが、まだこう、滑らかなうちは火力が弱いですから。ま、ちょっと間延びしすぎるから今回は、ひとまず、炒め始める。あ、いや、もうこのまま行こう。はい。これ炒まってきたらですね、まず、合いびき肉。これを炒めていきます。まあ、ここでのポイントはですね、火力が上がるまではあまりいじらないと。まあ、いじっちゃうとですね、炒めてるんじゃなくて水分が出て煮ちゃうになっちゃうんでね、火力が弱いコンロだと、ちょっと、大変になってくるんですけど、ちょっとこのまま、ノーカットでお送りしたいと思います。まあまだ、こう、ピチピチピチっとちゃんと上がってるというか、炒まってる感出てますね。まあでも全くいじんないのもあれなんで、ちょっと、さっさと、ちょっと火力が上がるまでは、優しくいじります。まあこれ麻婆豆腐とかも、ただひき肉を炒めればいいんじゃなくて、少しですね、香ばしさを出すというか、そういうのが本来の作り方。まあ、私、基本は、ベースはフレンチっていう言い方しますけど、やっぱりね、まかないをいっぱい若い頃に作った関係上、いろいろ、そういうお勉強もしてきたテーマあります。まあ、わかりますかね、これでね。まだ炒まってますね。炒まってる。ちゃんと油がピチピチピチってやってるんで、これ、間違うとですね、こう水分が出てきて、ただ、シャーっていう煮た音になっちゃうんですよね。そして、じゃあ、そろそろちょっとこう、ほぐしていきますかね。ほぐしていきますよ。はい。あー、多少、わかりますかね、香ばしくなってきたな。はい。これ、ね、少し香ばしくなってます。ここでです。ここで、ニンニク、ジュワン。はい、これで少し香りを。火力は今、中火ぐらいに落としました。もう、ニンニク入れてるんで。あ、ニンニクの香りが出てきた。このところで、生姜。はい。まあ、ひき肉がだんだんいい具合に香ばしくなってきました。はい、ここで生姜とニンニク。これで香ばしい、香ばしいと香りも出てきましたので、ここで、
玉ねぎ、でん。はい、玉ねぎ入れました。玉ねぎ入れました。もう火力はもう、今。もう、これいつものかなり弱くしてます。はい。まあ、これでちょっと玉ねぎの甘みが、少し出てくるまで炒めます。はい。これで、ここまで溜まったところで、ちょっとですね、今度は人参。まあ、本当は人参先に入れてもいいんですけど、今回の人参はですね、彩りのつもりで使っただけなんで、っていう感じです。まあ、こんだけ細かく切ってれば、どっち先入れようが何しようが、どうにでも後が何とかなると。はい。で、こう見えますかね。ひき肉がかなり香ばしい色になってるのが。まあ、ここまで、こう、持っていくと。まあ、実際のスタミナラーメンと、どのように作られているのか、俺は全く知らないんで、ビジュアルで見てこんな感じなのと、麻婆豆腐というか、まあ、そういう中華の、本来の作り方の合いの子みたいな空気感で作ってます。で、ここに、長ネギ、でん。はい。これでほぼほぼ、具材は、まあ、炒める的な具材は、全部投入しました。はい。これで長ネギが少し、香りが出てきたんですね。香りが出てきたところに、ここで、まず、豆板醤。まあ、どうなんでしょうね。小さじ2ぐらい。そして、甜麺醤。同じく同量。おや。はい、入りました。これをまた香り出ししてください。香り出し。はい。これ香りが出たところで、トマトソース。はい。出した。まあ、ノーカットですからね、もう結構長いですね。まあでも、ちょっとカットしづらいですよね、これが。はい。そして、ここまで来たら、水です。100ぐらい。まあ、このお肉の分量とかも出してないんで、なんともいないですけど、これスーパーで買った時に、まあ、約100グラムでした。110ぐらい。まあ、今、水は50ぐらいしか入れてないですけど、ここに、じゃあ、もう全部100。だからお肉100で水100。あとの野菜は、まあ何回かもし、出張料理の森山チャンネルを見ていただいたら、ココットのサイズで加減してもらえたら、と思います。すいません、細かい分量を基本あんまり出さないでやってます。今、火力は全開にします。火力は全開です。はい。温まってきました。温まってきたらですね、少しだけ煮ますね。なんで煮るのかって言ったら、お出汁ですね、お出汁、合いびきから出るお出汁みたいな。まあ使うのがマルちゃん製麺ですからね、もう十分美味しいんで、まあこれでちょっとだけこう、まあひき肉からのお出汁と野菜からのお出汁みたいな、まあそういう空気感なんですけど、で現在まだ一切使用してないんです。でも一応味見します。うん。まあさすがに、ちょっと塩。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10と。ちょっと塩。塩ですね。で、ここにですね、ちょっと隠し味で、薄口醤油。小さじ1ぐらいですかね。はい、これで入れました。そしてここでですね、今日のメインポイント、
片栗粉でつなぎます。まあ、つなぐ時のポイントはここで一旦火を止めます。そしてこれ全部入れるかどうかはちょっとあれですけど、ひとまずこう混ぜと全体が混ざるように混ぜ混ぜ、はい、こういう風に濃度がつきますね。見てください、濃度が。もうこれだと多分通常のスタラーよりも、どっちかって言ったらもう麻婆豆腐よりの粘度なんで、料理とはこんなもんです。少し水を足します。 50cc。 はい、でここで再加熱、再加熱です。でこの入れた時点で片栗粉自体でこう濃度はついてるんですけど、まだ全体が完全につながってるわけではないと。だからこっから粉っぽさを飛ばすっていう感じで、まあ水のその時の水分量にもよるんですけど、粉っぽさをなくす。あとつないだ後にね、少し煮込むとこうやってまだこんだけ粘度が出てくると。これで粉をですね、まあ、全体に混ぜることと粉っぽさをなくすというので少し煮込みます。でこれ今こう結構の粘度がありそうですけど、野菜からの水分もその後出たりするんで、ちょっと粘度が濃いぐらいにしてした方が、食べるタイミングにもよりますけどいいんじゃないかと。すごいな、結構長くなってきたな。ノーカットで12分か。まあ今量少ないんでね、ちょっと1分ほどこの片栗粉の粉っぽさをなくすのに煮込んでるって感じです。多分これベシャメルソースとかね、粉系のやつの時も必ず粉っぽさが飛ぶまで煮込むとか、そういう作業が入ると思います。ただまだ麺を茹でてないんで、ひとまずここまで。まあ、事前にですね、ここにマルちゃん製麺に入ってる液体スープと、先ほど準備した長ネギ、あとすりつぶしたごま油、薄口しょうゆが入っております。ではこれから麺を茹でます。まあ、麺を茹でる様子はですね、紹介いたしません。では盛り付けていきます。まず麺が茹で上がりました。これがですね、麺の撮影は本当に何回も言いますけど大変です。もう時間との勝負。はい、そしてそこにこの先ほどの餡ですね、餡にこれです、これを投入。はい、混ぜ。でこれを混ぜたらですね、そう、多分この今日作った量で2人前あるんじゃないかと思いますけど、こうですね、ドワーッと半分ぐらい、はーいと入れます。まあもうちょっと入れようかな。はい、具沢山でいけ。